心理学ってどこに行っても役に立つと思うんですよね、はい、密接に日常生活と関わっている部分とか人の学問だからあれやりたいこれやりたいが多くてすごい迷走した、うん、心理学は楽しいですか？じゃあ最初にお二人が昭和女子大学に入学したきっかけを教えてください。単純に心理学っていう学問を学びたくてそっちの方向に大学に進もうかなと考えました。心理学科の中でその例えば発達心理学とかのコースを設けてるところが多かったんですけど、コース制だとやっぱりそこしか受けられないっていうイメージがあって幅広くやってみたいなって思った時にそのむしろコース制ないですっていう形で売っていたのがここの大学なのでここがいいなと思って受けました。個別相談とかも受けてるって聞いたけど、卒業論文やっぱりうまく進まない時とか私自身がかなりいろんあれやりたいこれやりたいが多くてすごい迷走した時期があった時にもいろんな分野はあるけど実はここに興味持ってるよねとか本当に自分の見えない部分の話とか気づいてない部分いろいろ教えてくださるので多分個別相談なかったら私多分卒業論文これ書けないんじゃないかなって今思いますね。心理学科としてのそのアメリカとかの演習ってどんな感じなんですか？昭和女子大にボストン校がありますね。あそこに行って、1ヶ月間滞在するんですけど、まあ、午前中は英語の授業を受けて午後からいろんなところに行くんですけど MIT とかハーバードってあの辺にボストンたくさんあるのでそこの大学院生と交流したりとか現代的なアメリカの心理学を学べるっていうそういうプログラムです。就職に関するものっていうのは何かありますか？心理の専門職ガイダンスというものがありまして OG の方が来てくださって公務員として活躍なさっている方でこういう心理の使い方公務員は公務員でも心理の専門職の方に行けばこういう活かし方ができるとかその心理学を武器にするんじゃなくて心理学を携えた身としてっていうんですかね、うん、こういう選択肢もあるっていうのは結構視野が広がるかなと思います。心理学は楽しいですか？楽しいですね。どんなところが？普段だったら見ないものの見方であったりとか考え方っていうものが得られるのでちょっとしたトラブルとかあった時にあ多分こういう見方に陥っちゃってるんだなとかって考えると自分が冷静になれたりしてその知らない人のその知らない部分とか知れるっていうのはかなり楽しいなって思います。心理学っていう学問を漠然と考えていたので密接にその日常生活と関わっている部分とかって多いんだなっていうのがあってそういう部分が楽しいなと思いました。私なんかあれだね、心理学失敗するから楽しいと思うけどね、実験も調査も失敗するから失敗して繰り返すから一番楽しいなと思う。みんな失敗いっぱい学生のうちにやったらいいんじゃないかなと。ご覧いただいている皆様ありがとうございます。昭和女子大学心理学科では一人一人が将来のビジョンを見据え仲良く楽しく心理学を学んでいます。私たち教職員一同、そして上級生の先輩たちも、皆様のお越しを心よりお待ちしております。